っしゃ、畳みかけるぞ。了解。そこです。任せてくれ。セット今だわ。みんな行くわ。こんなところかしら。もうごまかせねえか。行くぞ、みんな。はい。セット。さてと、はい。私の番です。タオ。俺の番だ。はっ。おととい来やがれってな。しかし、相変わらず変なマシンが動いているっていうか。火を吹いたりして、さすがに危険じゃないかしら。どうやら結社の人形兵器ではなさそうですが。お、僕のせいじゃねえって。そりゃ、B 区画の掃除マシンは僕が暴走させちゃったけど、この区画に入ったのは初めてだし。怪しいな。別に怒ったりしないから、正直に言っても大丈夫だよ。だから違うっての。そういえば、この場所はオルキスタワーの基部から出るんだよね。そっちから行くっていう選択肢はなかったのかい。ああ、例のテロリストの件以来、地下が封鎖されたらしくてさ。そっちからだと第四制御端末もめちゃめちゃ近いみたいだから、僕一人でも行けたと思うけど。ま、第四制御端末の近くには出口への直通リフトもあるみたいだ。それを起動させたら、この先はあんたらには迷惑はかけないって。まったく調子いいな。先を急ぎましょうか。私の番です。えい。よし。セイハ。おっしゃ。さて。えい。
撃破しました。オラオラ邪魔すんじゃねえ。私の番です。パー！行きます。はい。行くぜ！行くぜ！私の番ね。そこ。行くぞ。そこです。俺の番だ。え、やっ。よし。はい。そこです。俺の番だ。ぜえ。いい感じだぜ。さすがですね。もらったぜ。やっ。行くぞ。えいでっ。さて、えい。行くぜ。よし。えいでっ。任せて。はっ。手こずってるかい。はっ。任せてくれ。やっ。任せて。はっ。なんとかなったわね。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。パー。任せてくれ。さいで。任せて。はっ。おっしゃ。行きます。そこです。行くぞ。えいで。
これが実践の差ってやつかね。先生可能、始めましょう。やろうか。やっ、行きます。そこです。私の番ね。やっ、行くぜ。さて、えい。ふう、これで一安心です。上げていこうぜ。はい。へい。俺の番だな。俺の番だ。私の番です。えい。よし、えっと、さてと、やっ、任せろ。ぜえ、ま、こんなもんかね。邪魔すんじゃねえ。行きます。そこです。おっしゃ。そこ。さて、そこです。これもみんなの勝利ですね。やった。みんなチャンスよ。あげます。へい。俺の番だな。やった。まだまだいける。行くぞ。任せてくれ。よし、もう大丈夫だ。敵集団との戦闘を開始。えいはっ。私の番です。今だわ。任せて。
俺の番だな。行くぜ。おっしゃ。苦労したのは俺たちの方だろう。まあまあ、慣れていないとついていくだけでも大変だったでしょうし。そうね、私たちも最初は辛かったわね。特にヨナは昔の私以上の引きこもりですから。これでもまあまあ頑張った方ではないかと。しかし若いうちはいいけど、大きくなったら大変じゃない？君、ただでさえピザとかスナック菓子が好きみたいだし。よかったらヨナ、朝のジョギングに付き合うか？週1くらいでもいいからさ。ああもう、ほっとけっての。とにかく暑いんだから、端末室に入って冷房を。ヨナ、
こいつは B 区画でうろついていた掃除マシンのデカ版かな。いえ、そんな生優しいものではなさそうです。ユラ君、下がっていて。あ、わかった。僕たちのことをわざわざ特定したのか。とりあえずって機械のくせにアバウトすぎるっての。とにかく迎撃しましょう。強そうね。みんな気をつけて。わかった。さてと、エネグマ駆動。さて。任せてくれ。せいでや行くぜ。はっ、うわっ、やっ、俺の番だな。おっしゃ、ゼッ、私の番ね。さて、ドライブ開始。行くぞ。それ。サンキュー。行くぞ。これで決める。任せろ。え、行きます。それ、ありがとう。よし。はあ。私の番です。ドライブ開始。え？
行くぜ。ありがとう。ありがとう。やっ。や。行くぜ。任せろ。任せてくれ。それ。さて。エニグマ駆動。え？俺の番だな。行くぞ。これで決める。ダメダメです。マジかよ。なんとかしないと。なんとかしないと。それ。ザンツ。負けるか。エニグマ、駆動。なんとかしないと。駆動。さあ、さあ、さてと。はい。ドライブ開始。それ。よし、もう大丈夫だ。今のマシンは、どう考えても不法投棄された機械というレベルじゃないような。結社の関与の可能性が高いかもしれませんね。ルバーチェの会長室を守っていた人形兵器と似た反応でしたし。あの武者っぽいやつか。なんかあれよりも高度なことをしてなかったか。動力ネットにもアクセスしてたみたいだけど。やっぱり結社が何かしているんでしょうか。ま、考えてもしょうがないんじゃね。それよりいい加減端末室で冷房に当たろうぜ。このヨナ様が連中の動きをいろいろ探ってやるからさ。お前のんきというかたくましいというか。き
肝が座っているのは確かみたいですね。どうやらさっきのマシンは1ヶ月前に放たれたみたいだな。無線で動力ネットに接続する装置が積まれてたらしくて、ノバルティスとかいう管理者名が記録に残ってるぜ。ノバルティス、あの白衣の男か。どうやら結社の中でもかなりの地位の人みたいだけど。マットっつうか薄気味悪いおっさんだったよな。ひょっとしたら戯れに試作品を放ったのかもしれません。なんというかそういうのが大好きそうな性格みたいですから。ああ確かにそんな感じだね。見た目以上に危険人物なのは間違いなさそうですけど。まあでもあれ以上は放たれてないみたいだし、これで心置きなく引きこもれるってわけだな。いやータワー近くだから回線速度がめちゃ速な上に制限もほとんどないし、イエーイ第四制御端末最高。ノリノリだな。やっぱり引きこもる気満々じゃねえか。よね、主任には一応報告を入れるんですよ。あんまり勝手はしないように。ああはいはい、あとは僕一人で大丈夫だからとっとと帰っちゃっていいぜ。おっと、こんなところに新しいサーバーができてんじゃん。いやークロスウェルのネット環境もなかなか充実してきたよな。やれやれ、もう夢中みたいだね。でも大丈夫そうですね。ええ、結社の動きはちょっと心配だけど、まあたまに様子を見に来ることにしよう。このまま引きこもり続けないかもちょっと心配だしな。ですね。そういえばヨナのやつ、出口に通じる直通リフトがあるとか言ってたな。ええ、そちらの方ですね。どうやらこの場所はオルキスタワーの基部付近に位置しているみたいです。そこから高音区の灯台まで一直線にリフトが出ていますね。それは助かるわね。またあのクソ暑い中を通って帰るのはさすがに面倒だからな。確かに。それにしてももう夕方くらいになるかな。うん、そうだね。それじゃあリフトを使って町に帰りましょうか。ああ、そうだな。
ちょうど夕方か。今夜は外食だし、仕事もここまでかしら。はい。皆さん、いろいろとお世話になりました。短い間でしたけど、本当に勉強になりました。ノエル、こちらのセリフだよ。ちょうど3ヶ月くらいだったわね。私と一緒だったのは2ヶ月くらいですか。なんつうか、寂しくなっちまうよな。私も名残惜しいです。それに結社や両兵団、幻獣とか青い花の問題も全然解決していないのに離れるのが申し訳なくて。ノエル、まあ立場は違ってもクロスベルを思う気持ちが同じならいいんじゃない。って僕が言うとうさんくさいかもしれないけどさ。ワジ君、それに一段落ついたらまた戻ってくればいいじゃない。君一応将来を期待されてる身なんだよね。警備隊でドンパチやってるだけより確かに視野は広げられるし勉強にもなると思うよ。もう最後まで生意気なんだから。まあ確かにソーニャ司令もそのつもりでお前を出向させたんだろうしな。ノエル先生、よかったらぜひまた一緒に働きましょう。そうでなくても休日とか一緒に遊びに行ってもいいし。私も車の運転とか教えてもらいたいです。年齢制限のせいで今回は襲われませんでしたし。喜んで。ありがとう、ノエル。君の運転と戦闘技術と行動力には何度も助けられたけど、何よりもそのまっすぐなところにいつも勇気づけてもらったと思う。ロイドさん、離れてても俺たちは仲間だ。警備隊で困ったことがあったらぜひ俺たちを呼んでくれ。俺たちもノエルの助けが必要な時は遠慮なく頼らせてもらうから。はい、喜んで。さすがリーダー、一瞬でいいところを持っていきましたね。まったくもう。じゃあもう少し頑張らないと思うな。私は別に。どうしたんだ。すみません、別にそういうわけじゃ。ん？そういうわけってどういうわけかね。そういう意味でも支援課に戻ってきてもらって続きが見たい気がするね。先輩、ワジ君。まったくもう。あ、ティア、何の話だ。まあロイドさんもまだまだ未熟ということかと。ダメ出しされた。
今何時だっけ？って、もう朝かよ。はあ、さすがに腹が減ったぜ。あのピザ屋何時からやってたっけ？確かあの店、動力ネットを試験導入するとか言ってたよな。調べりゃ一発で。あれ？なんだ？このゴミみたいなデータ。いや、データじゃないのか。構造体？いや、それよりもはるかに。なんだよこれ。こりゃとんでもないことになったな。ええ、正直考えられないくらいの展開の速さだわ。おじい様にも確認しようと思ったのだけど、昨日から連絡がつかないし。課長も朝早くに本部に出かけたきり帰ってきませんね。
国防軍という組織について確認しに行ったんでしょうか。ああ、正直寝耳に水だからな。俺たちだけじゃなくて警察上層部も同じらしいけど。おいおい、さすがにそりゃおかしいだろう。ノエルやミレイユたちの方はどうしてんだ。現在警備隊方面とは連絡がつかなくなっていますね。おそらく問い合わせが多すぎて情報を遮断しているのではないかと。無理もないわ。この資産凍結にしても帝国や共和国が黙っているはずがないし、実力行使も辞さない。国境方面が心配だな。ごめん、不安にさせちゃったか。ううん、大変なことが起きてるのはキーヤにだってわかるし。それよりワジ、朝から見かけないね。ああ、そういえば。あ、ワジさんなら野暮用で出かけるって言ってました。課長が出た後だったと思います。そうなのか。もうこんな時にちょっと感心しないわね。こんな時に誰だ。はい、どちら様ですか。よかった、いてくれたみたいね。私よ、セシルだけど。セシルね。あ、セシルだ。セシルさん、どうなさったんですか。ここに来てくれるなんて珍しいっすね。ごめんなさい、いきなり訪ねてしまって。そのアリオスさんとかこちらに来たりしていないわよね。アリオスさん来ていませんが、どういうことでしょう。それが昨夜夜遅くに病院に来て、しずくちゃんを連れて行ったの。その場で退院の手続きもしてしまって。え、それってしずくが。それでどういう事情なのか確かめに来たのだけど、ギルドのミシェルさんも全く心当たりがないみたいで。それで念のためあなたたちのところも訪ねてみたの。そうだったのか。あのおっさん、なんだってそんなこと。夜遅くというのも普通ではない気がします。エニグマじゃねえってことは課長じゃなさそうだが。まさかアリオスさん関係とか。はい、こちらクロスベル警察特務支援課。よかった、ロイド君そこにいたのね。あ、通話設定はスピーカーになっていたみたいですね。この声、グレイスさん？そうみてえだな。グレイスさん、どうしたんですか？どうしたもこうしたも、あなたたちにも教えとこうと思って。さっき、オルキスタワーからとんでもない通達があったのよ。どうやらディーター市長がクロスベル独立国の初代大統領に就任したらしいわ。初代大統領。大統領って、王子様が。おいおい、
何の冗談だよそりゃ。私だって最初は冗談だと思ったわよ。でもその通達をしてきたのが白い軍服を着た兵士で、発表されたばかりの国防軍って名乗ったわよ。本当ですか。兵士ってことはまさか。ねえ、多分警備隊のメンバーなんでしょうけど。それと驚かないでね。就任直後にディーター大統領が国防長官の任命を行ったの。それもあのアリオスさんに。え？それってアリオスさん。ちょうどこれから大統領の就任演説が始まるらしいわ。動力ネットでも配信するみたいだから、よかったら見ておきなさい。レイ先輩、何度か取材許可がおりました。よっしゃ、レインズ君でかしたわ。ごめん、これから就任演説の取材なの。それじゃあまたね。今のは本当なの？わからないけど、あのアリオスさんが国防長官。長官ということは国防軍のトップ。ありえねえだろう。遊撃士の肩書きはどうすんだ。ディーターのおっさんが大統領ってのも唐突すぎるし。とにかく端末で就任演説を見てみましょう。ああ。皆さん、ごきげんよう。この度、クロスベル独立国の初代大統領に就任したディーター・クロイスであります。突然の発表で驚かれた方も多いでしょう。ですが現在、クロスベルに未曾有の危機が迫っています。正義を踏みにじり、我々の尊厳を奪い取ろうとする邪悪な意志が迫っているのです。その意志はつい先日もこのクロスベルを恐怖と悲しみのどん底に叩き落としました。聡明な市民諸君ならば薄々気づかれていると思いますが、私はあえて今日この場でその勢力を名指して弾劾しましょう。エルボニア帝国政府、それがその邪悪な意志の一つです。もちろんお気づきの通り、邪悪な意志は一つではありません。カルバード共和国政府、狡猾な犯罪組織と手を結んでいた彼らもまたクロスベルの平和と尊厳を踏みにじろうとしているのです。彼らは長年にわたりこのクロスベルを自分たちの属州として扱ってきました。彼らがどんな犯罪を犯しても我々に追及する権利はありません。そして今もなお豊かな税収をかすめ取られる形で我々は搾取され続けているのです。ですがそれだけではありません。我々は生命の危険すら脅かされてきたのです。この地が
彼らの覇権をめぐる争いの場であったことは皆さんもよくご存知でしょう。あくまで昔の話。いいえ、とんでもありません。近年幾度となく起きていた不可解で謎めいた事故、それは爆発事故であったり飛行船の落下事故であったりと様々な形をとっていました。だが我々はどこかで気づいていたはずだ。原因不明で泣き寝入りするしかなかったそれらの事故が彼ら暗闘の結果であることを。我々は等しくエイドスの前に罪を背負っている。リマント、キョール、それがその罪の名であろう。過去犠牲になった魂に報いるためにも、そして先日の襲撃によって傷ついた人々に報いるためにも、我々の子供たちに平和で誇り高き未来を届けるためにも、今こそ我々は欺瞞と強打を捨て誇りと勇気を持って立ち上がらなくてはならない。むちゃくちゃだ。だが確かにそう正されると、大統領という立場に就かせていただくこととなった。無論これはあくまで迫り来る危機に対処するための暫定的な処置に過ぎない。いずれ平和を取り戻した暁には選挙という形で民意に問うことをこの場でお約束させていただく。そしてもう一人、諸君もよく知るこの人物が神聖クロスベル独立国に協力してくれることとなった。ご紹介しよう。先のクロスベル市襲撃において獅子奮陣の働きでオルキスタワーを死守してくれた人物。風の牽制の名で知られる遊撃士協会クロスベル支部に所属していた元永久遊撃士、クロスベル国防軍司令長官アリオス・マクレイン君だ。ご紹介に預かったアリオス・マクレインです。未だ若輩者ゆえ不安に感じられる方々もいらっしゃるかもしれません。ですが遊撃士の時以上の働きでいかなる脅威も退けることをお約束しましょう。クロスベルを守り抜く盾として、そして正義と平和を脅かす全ての敵を打ち破る剣として、捜査官としてクロスベル警察にも所属していた。そしてギルドではご存知のように国際的な案件を数多く解決してきた素晴らしい実績を持っている。その意味で決して見当外れな人事ではないということを改めて保証させていただく。お父さん、
ロイドです。ああ、俺だ。課長、今の就任演説は？当然見ていた。まあ、税費はともかく、警備隊は国防軍として完全に再編成されたようだ。俺たち警察もその一部として組み込まれることが決定している。そんなひょっとしてソーニャ司令も？映像に映ってただろう。あ、了承したんだろう。どうなるかわからんが、今はオルキスタワーには近づかないようにしておけ。国防軍の兵士たちが厳重に警備しているはずだ。了解しました。また連絡する。あんま先走るんじゃねえぞ。課長はなんと？ああ、国防軍だけど。そう。ソーニャ司令があっち側に回ったのかよ。まあ、立場からすると仕方のないことかと。アリオスさん、しずくちゃんを連れて行ったのはこのことが原因だったのね。あ、そうですね。あんな立場になってしまったらしずくちゃんにも影響が。反対派に狙われる可能性とか出てくるかもしれないしな。この状況ですとないとは言い切れないかと。キーヤ、大丈夫だ。しずくちゃんに危険が及ばないようアリオスさんも考えてるはずさ。うん、そうだね。ちょっと心配だけど。キーヤちゃん、セシルね、悪いんだけどちょっと留守番を頼めないかな。大丈夫だと思うけど。ああ、なあみんな、とりあえずギルドを訪ねてみないか？それもそうね。確かにアリオスさんの件は事情をお聞きしたいです。だな、さすがに寝耳に水だぜ。わかったわ。キーヤちゃんと一緒にここで留守番しているから。大変な状況みたいだけど、くれぐれも気をつけてね。無茶だけはしないこと。ああ、分かってる。セシルさん、感謝っす。それではお願いします。キーヤ、セシルさんと一緒にいい子でお留守番しててください。キーヤ。お、キーヤ、どうしたの。確かにいろいろ起きてるが、心配することはねえんだぞ。うん、大丈夫だキーヤ。確かにこの先クロスベルがどうなるかわからない状況だけど、俺たちがいつだってキーヤの元に帰ってくるのは絶対に変わらないからさ。ライド、そうですね、それだけは確かです。前に俺たちが出かけた時もちゃんと帰ってきただろ。だからキーヤちゃん、安心して待っててちょうだい。エリー、ティオ、ランディ、
つけてね。